巨大たちよ、教会は、学ぶ場所です。教会は罪人の集まりです。最もふさわしいに言えば、許された、そのまま愛された、許された罪人の集まりです、の集いです。イエス・クリストの呼びかけに応えられて、クリストに従って、そしてイエス・クリストと共にその食卓に座っている兄弟の集いです。これはこの世のために大きな印です。宗教的な考え方を持っている人々のために、自然宗教的な考え方の人々のために、これはつまずきです。なぜかというと、罪人は罰を受けるべきものです。罪人は社会から追い出されています。軽蔑されています。キリストは軽蔑されたもの、何もできない方、罪で満たされている方を探しに毎日来ます。この人、このマタイはあなたと私です。で、キリストがそのマタイであるあなたを今日も探しに来ます。そしてあなたを深く見て、じっと見て、あなたを憐れんで、憐れみを持って見る、あなたを見る。彼の眼差しは慈しみに満たされている眼差し。そして、さあ私についてきなさい、この言葉は復活させるを力持っている言葉です。で、この力に出会った人、この罪の許しの力、そして自分を、自分の罪の立場から解放することができる、その力の言葉を聞いた人は、キリストに従って、教会に加えられます。その聖なるものの集いに加えられます。受け入れられます。迎えられます。で、その中には、その教会の中には一つのことを学ぶ。だから、教会は、信仰の道です。教会は学ぶ場です。教会は慈しみの学校です。専門学校です。行って、慈しみは何であるかを学びなさいとキリストがおっしゃった。つまり行って、歩いて、歩んで、信仰の道を歩んで、慈しみを学んで、慈しみの意味は慈しみそのものです。慈しみ、憐れみ、何ですか？憐れみは教会の体内です。罪の許し。その罪の許しはただ、洗うことだけではなく、心の洗いわけではない。シャワーだけではない。その慈しみは体内であるから、そちらに、沈まれる人、そちらに育てられる人、そちらに、その教会の体内に育てられている、学んでいる人は新しいものとして生まれます。キリスト者として生まれます。自由なものとして生まれます。愛のできる人となります。だから学ぶのは何ですか？まずイエス・キリストの言葉を聞く。教会が復帰する、復帰してくださる言葉を聞くこと。私についてきなさい。そのままあなたを愛していますから、私を従いなさい。私についてきなさい。新しいものにしよう。私についてきたら、私について歩んだら、あなたが自由なものとなる。あなたは新しいマタイ、新しいあなたとなる。そして、慈しみを学ぶのは、この経験です。慈しまれる、憐れまれることです。勉強することではありません。学ぶのは、キリストにとっては学ぶのは、
ただ一つのことだけです。彼の愛、彼の慈しみを経験する。それは教会の体内だけです。罪人のはつまり。そして自分が憐れまれています。兄弟が憐れまれています。あれは憐れまれています。など、その素晴らしい経験をすると、あなたがその慈しみを学ぶことになります。そして学んだら、使うと言いましょうか。学んだら、慈しみの人、慈しみのある人、慈しむのできる、憐れむことができる人の、となります。フラクストーシャ。憐れまれて、いた、許されたもの。そして、許されたから愛するもの。相手をそのまま許すこと。相手を呼ぶこと。主人を呼ぶこと。奥さんを呼ぶこと。さあ、クリストに従いなさい。そのままでいい。クリストがあなたを愛してます。あなたを許します。あなたを新たなものにする。これは子供たちへの根本的な教え。信仰の伝わり。良い日を。